これ任天堂の策略なんじゃないかなって思うんですけど、4月1日に日付が変わったんです。今変わった瞬間に咲いた咲いたいろんな花がに巡り合ってくるっていうところで、しかも花見も好きじゃないし、花も好きじゃないって言ったじゃないですか。僕好きじゃないっていうか、もう普通の男の子って別にそんな好きじゃないと思うんですよ。僕普通男の子ってこともないですけど、花こんな興味ないのに、やっぱ花咲かせたいなって思うぐらい綺麗に見えちゃう、なんていうことでしょうね。任天堂ってこんなにおっさんの花心をさらにくすぐるっていうね、コンボ心もくすりながら、ぐりながら、こうやって歩くとさ、ハテナが出てきて、どこにハテナが出てくるかとか風景が一緒でちょっとわからないですけど、風景一緒っていうのは花好きじゃねえかじゃん。だから探り探り行くっていうのもあるし、この花を咲かせたいのを楽しみまくりたい、ここの工作を一個一個噛み締めたいっていうことで、ゆっくりやっていきたいと思いますね。やっぱ表の面ってやっぱゆっくり楽しむんやな、これ。この子まで咲こうとしてるの、食べちゃいましょう。かわいいから。っていうことですが、こういう人も倒しといて、なんかこういうとこ通るとピロリンって出てくるところが3箇所ぐらいあったんで、ちょっとどこか覚えてないんで、適当に、適当なんかや。おわ、ここ赤あったやん。へぇ。ほらあったよ。こういうとこね、どこが何かちょっとわかんないんで、こういう風に、地道じゃないわ。寄り道しながら行きたいと思います。寄り道しながら行けば、20コイン集まったんです。珍しくね。ただ、取った。あ、2個目か。よかった。実はこの、1個どこにあるかまだ分かってないです。スペシャルフラワーは。分かってないというか、取ってないですよね。それが取りましたね。かわいそうに、兵法絶対にハートにさせられるやん。かわいいな。絶対そこ通るのにあっち側にいるの。かわいそうに。かわいいな。ここも咲くよ。あー、かわいい。誰やろ、この動画見てるくれる人。かわいいなぁと思わん。本当にかわいいわ。こいついたよね、マリオにも。こいつだけは。この時だけはマリオにもいたよね。ここはありました。ここは覚えてます。うわ、3個も出たよ。てか赤コインをさ、取ってるっていうのは珍しいんですよ。スターの方がわからないっていうのも珍しいんですよね。スターの方が本当は簡単なんですけど、難しい、簡単なんですけどね。どこにあるやろ。お、これも赤コインか。あ、ここ取ってない。あ、ここじゃないな。なんか反対になるところで、取れてないですわ。反対になるところが難しい、一回勝負なんで。ここは一番右に赤コインがあったのを覚えてますよ。あ、真ん中はスペシャルフラなのや。なのやってね。なのは忘れてました。すいません。いったね。うわ、いたの近くに。かわいい。下行きますね。卵をいっぱい最大限に増やしておきましょう。その状態でここを始めましょう。お、こんなやったよ。やばいやばいやばい。おお、危なかったね。初めてやりました。こうやってスターは全部取ったことがあるところしか残ってないことが分かってたんで、あとは赤コインを珍しく分かってるんで、もうクリアやな。ありがとう、花。すごい。すごい素敵だよ、花って。本当に。ここもね、叩けます。黄色は叩けるって覚えておいてください。あれ？叩いたね。黄色は叩けるんです。これ難しいね、意外と。この後は黄色3回、あと2個ぐらい叩くとかあったような気がしますね。ちょっとこ取ったっけ？かわいい。あー、かわいい。パパパパパ、これもニコちゃんマークになってるの。花火師か。花火師のようにかわいいな。これを取って、これを取って、あ、これ何？これ何やったっけ、これ。これやったっけ。あ、これは簡単や。だってもう出てるから、卵いっぱい横に。お2回当てるんですね。
それを思いました。ちょっと戻りますね。スターを取りに、スターじゃないよ、赤コインとここ、ちょっと。はい、もう一回戻ってきます。大切に大切に言ってるでしょ。そのくらい楽しみたいです。ここは花を見させてよ、お兄ちゃんにも。あれ、よし、あ、こっちにも戻ってくるね。今どうなってる。あ、あと9個もあるんや。あったっけな、あと9個も。ごめん、また行ったり来たりするかもしれんよ俺、ごめんね。ここは確実にこれがある。お、あと9個つってここでいきなり3個集まったから多分いけるな。でもなんか下とかにあった気すんな。ないっけ。あれ、ない。いっぱい出たけど赤コインはないんか。トゲゾウの方がかわいい。トゲゾウやったっけ。あれ何、初めて見た。蝶々何人かいるな。蝶々3匹見つけてっていう探し物ありそう。探し物ありそう。依頼されそう。ん、何だったっけ。なんて止まってるのこの人。なんか、あ、ここあったな。確実にあった。あれでももう終わっちゃうかも。ん、何の音今の。フェラレラン、そっか、ここやな。ちょ、危ない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 。あと3個。あれ、あと3個もどこにあんの。ないがな。あれやばい。持って帰ります。持って帰りますね。取りに帰ります。どっかやっぱりハート1個出してないな。ハテナか。ハテナか。最初から黄色で咲いてるやつって叩いたっけ、僕。そういうのもあったんですよね、1個。あ、これやん。出てるやん。どうやって、なんで、出たの、取ってなかったっけ。あれ？あと1個。あと1個どこ？またこれか。あと1個の説。でもさっき取ったでさ。ごめんね。ここの辺怪しいよね。この辺なんか浅かった。なんか薄っぺらい感じやったで。あ、これ？これやったな。なんか薄っぺらかったと思うんですよね。見つけたんですけど、これなんですけど、いいっすか。ちょっと戻りすぎたけど、この動画でいいですか。すいません、一気に行きたかったけどさ。まあでも花を楽しもうって言ったもんね。4月1日になって残りあと11時間で新元号、そういうところのね、やっぱ花を楽しもうっていうことの動画として、やっぱりこう2往復ぐらいしといた方がいいっしょ。ほら、見栄え的にもね、可愛いでしょ。ほら、後ろにほら雲とかあるし、最後のところだってね、マリオあるんですよ。知ってた？マリオあるんですよ。すいません、なんか話持ちませんけれども、まあ楽しい。あ、危ね。
こうやってずっと飛んでられてしてた。ずっと飛んでられてしてた。ほら。ほら。またなんかプレゼント取ってないなと思ったんすよね。長くてごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。これでノットタナ3 3 2 8 20 20 20、はい、オッケー。最後ここ A ボタン押して早くしましたんで、どうか許してください。お願いします。じゃああと2個ぐらい今日やったら寝ます。おやすみなさい。